読書はスポーツ。二千二十三年五月六日、読書はスポーツ。左伝上皇十四年、慶。十四年、春、王の正月。既存宿、宿、宿老、清の司会、清人、宋人、英人、帝の高尊体。 拒否と拒否と抽否と投資と摂否と拒否と拒否とに返して後に昭に返す2月逸日昨日,日これを食するあり夏4月祝尊表真の順延正否と曹と永のおっゅう勝帝の公尊体曹否と拒否と抽否と拒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 否とと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 とに返して真を打つ。 義備栄光を入れて正に走る虚人我が頭皮を犯す秋その講師帝氏を率いて後を打つ冬季孫宿神の司会僧の開越英の孫林保帝の孔孫帝虚と中人に席に返す伝十四年春五灰を真に継ぐ 章に介するは護のためにそのことをはかるなり反戦し五の不徳を責めてもって護人を退く虚の公私暴露を取ろうそのその祖に使いを通ずるをもってのゆえなりまさに重視苦を取らえんとす反戦し自らこれを蝶に責めて曰わく来たれ恐竜し昔神秘と汝の そう、ゴリを下州に白竹するや何時の総ゴリ戦外を被り刑局を犯してもって我が仙君に来せり我が仙君、稽古を不天の伝がり何時 <coughs> と訪文してこれをはめり今諸侯の我が家君に使うること昔に近ざるはけだし言語の漏説すればなりすなわち、位職として何時によれり 吉兆のことは何時預かることなかれ預からばまさに何時をとらえんとすと答えて曰く「昔神秘とその衆を不自して土地を貪さり我が諸獣を終えり稽古その体徳を明らかにし我が諸獣をば、これ私学の永中なりといいこれ削りすつることなかれといい我に難否の伝をたまいしが懲りのおるところ裁労のほゆるところなりき」。 我が書獣その敬局を除染しそのこり才能を借りてもって千君の不信不犯の信となり今に至るまで自意あらず <laughs> 昔文を信と共に帝を討ちしとき神秘と密かに帝と近いて銃をおけりここにおいてが功の死あり信その神を防ぎ 十その下にあたり真の「し」「帰らざりし」は我が書我が所獣実に「し」から示しなり例えば鹿を取ろうるに真人これを角取り所獣これを足取り真と共にこれを倒し死がごとし十何をもって免れざる。 これより以来真の白役に我が諸籍と共に時に相次ぎもって失勢に従うことをなお功の志のごとくあにあえて利せ戦にゃ今漢の資料すなわち実に隠るところありてもって諸行を離れしむることをなからんにゃしかるを我が諸籍を積みするは我が諸籍の飲食衣服かと同じからず紙幣通ぜず言語達せざればなり 何の悪をか要せん斐に預からずともまたもだゆることなしと西洋を伏していわく西洋を伏して退く戦死してことに甲につかしむ甲斐をなせるなりここにおいて四縮生し寄付の甲となりてもって返すこれより神秘と炉の兵を軽うしてますますその使いを稽せり 五子諸藩、すでにもうのぞき、まさに鬼殺とたてんとす、鬼殺自死て曰く、僧の先行の出するや諸行と、僧人と、僧君等、僧君を義とせず、まさに死僧を立てんとせり、死僧、これを去り、ついにならずして、もって僧君をなせり、<laughs> 君子曰く、要、説を守れり、と、君は義士なり、垂れ替えて君を犯さ、 国を保つは我が説にあらざるなり殺不才なれども願わくは志蔵に伏してもって説を失うことなからんと加藤これを立てんとすその質を捨てて耕すすなわちこれを置く夏諸侯の台風信行に従いて信号を打つもって歴の駅に向ゆるなり信行を境に待ち立憲をして諸侯の死を率いてもって進ましむ 刑に及びて渡らず、宗教祝尊牧師を見る牧師法有、供養を付す宗教を退きて船をそのう露と拒否とまず渡る帝の司教 A の補給意志を見ていわく人に組みして肩からざるは憎みを取ることこれ,のこれよりも甚だしきはなし社食をいかに先頭。医師喜ぶ。 西諸侯の死を見てこれに渡らんことを進む慶を渡りて宿る神秘と慶の上流に読す詩人オークシス帝の詩は師教。帝の詩を率いて持って進むし皆これに従い翌輪に至る平らぎを得ず順,順,延順延礼していわく慶明にしてがし井戸を塞ぎかまどを平らげよ ただ、世が馬州をこれ見ようと乱言いわく「神国の命にいまだこれあらざるなり世が馬州品賀四線と欲すとすなわち帰る家軍これをに従おう」「さし偽造しに言いっていわく中紅白を待たざるか創始曰わく風刺」「水に従えと命ず乱白は我が水なり我まさにこれに従わんとす」 ついに下たごは風刺を待つゆえんなりと、白くゆいく我が霊実にあやまてり、我が霊実にあやまてり、これをくゆれど、なんぞ呼ばん、まさに真に金を送らんのみと、すなわち命じて大いに帰える神秘と、これを宣言の益という。蘭ン曰いわくこの益や、歴のはに報くんとして、益またこうなし、真の恥なり、 我十路に、にやり、あえて恥、恥ざらんにゃ、と、死おうと共に真の死に馳せて、これに死し、死おは帰りぬ。蘭園司会に、言いていく、世が弟行くを、おせざれしに、何時が死。もとい、何時がこうこれを呼び、世が弟は死して、何時が子は来たれり、これ何時がこう、世が弟を殺せるなり、おあずんばよ、またまさにこれを殺さんとすと。 真を真に走る、ここにおいて、性の最長、僧の返す、中高、真を打つに返す、処せざるは怠,れ怠りたればなり、生の回にもまた格のごとし、永の欲求かつ正に処せずして真を打つに処せるは、接したればなり、 心拍子王に通って曰わく真の大夫それ誰かまず滅びん答えて曰わくそれ乱死か心拍いわくそのおごれるをもってか答えて曰わくしかり乱炎大逆甚だ衆ともなおもってまぬかるべしそれえにあらんか心拍いわく何のゆえぞ答えて曰わく武士の徳の武士の徳の 民,民にあること衆人の証拠を思うがごとしその関東をも惜しむ言わんやその公や乱言しせば永の善な、未だ人に及ぶことはたわずして武士の施せるところは尽きん思考して縁の恨みの実に現れんことをまさにここにおいてかアラントスアラントスと 心拍持って知見となし知言となしこれがために真にこうてこれを服す A の健康尊分子ね軽心食を今しむ皆服して調す非るまでめさず思考してこうを言うにいる西これに従おう悲観を脱がずしてこれという西光る。 尊戒入りて使いすこうこれに酒を飲ましめ大使をして公言の出生を歌わしむるに大使実す思想、これをなさんとこうはじめこう平生あり思想をしてこれにことを教えしむ思想、これを無知打ちしにこう怒りて思想無知打ちしこと三百、 ゆえに思想これをうとうてもって損傷怒らせもってこうに報因とをするなりこうこれを歌たわしめければついにこれを小せり甲斐恐れて分子に次ぐ分子曰く君我をいめり先立たずんば必ず死なんと。 同席に合わせて入りて巨白玉を見て曰わく君の暴虐なるは死の知るところなり大いに社職の契福せんことを恐るまさにこれをいかにせんとする答えて曰わく君その国を制す心が得てこれを犯さんにゃこれを犯すといえども何ぞまされるを知らんにゃとついに去りて金冠よりいず孔死去死白死費をして損死と急 救急に近はしむ孫子皆これを殺す4月日視点正に走る孔剣に行く思考を孫子に遣わす孫子またこれを殺す孔入れて正に走る孫子これを追い孔の塔をあたくに破る 顕とこれを取ろうはじめ印巧他印巧他社をゆこ公子に学ぶ由公子社を公尊敬に学ぶ西公を追う公尊敬公に行たり死魚いわくいば死にそむく,くとなしばりくとならんいて礼をなさんかと力をいて帰るインコー他いわく死には死いたり我はすなわち投しとすなわちこれに帰る 尊敬公に手綱を授けてこれをいて肘を貫く視線、公に従おう境に及びて公祝相をして棒を告げかつ罪なきを告げしむ帝京いわく 神なくは何ぞつげん、もしあらば周上からざるなり罪あるにんぞなしと次元大臣を捨てて昇進と図るいつの罪なり千君長廷ありて、持って司法となせりしかるにこれをないがしろにす二の罪なりよう近質をもって千君に仕えたりしかるに棒にしてよ要召し,し,しす三の罪なり棒をつげんのみ罪なしとつぐることなかれと。 公正宿をして永を調せしめていわく各席を使わす聞く君社職をなでずして遠く他教にありとこれをいかんぞ調せざらん <laughs> 同盟のゆえをもって席をしてあえて終次に私せしめていわく君の不調なるあり真の不備なるあるを君も社有せず真もまた職に従わず造品発折せり それこれをいかに戦と、え非と退職儀をして個体締めていわく軍臣船にして罪を家訓に得たり家訓もってすなわち警察して痛みてこれを捨て持って君の憂いをなせり君先君のよしみを忘れず片付けの軍神を聴し、また思うこれを憐れめりあえて訓命の片付けなきを排し重ねて大去を排すと。 高尊帰りて復命して増部中に語りて湧く永の君はそれ必ず帰らんか。<coughs> 大祝義のもって守るあり、もて千のもって譲るあり、あるいはそのうちをなで、あるいはその外を営む、よう帰ることなからんにやと、正妃と来をもって栄光をよす、その帰るにおびてや、来の量をもって帰る。 有罪濃く従い死が逃げ帰る英人まさにこれを殺さんとす自死で曰く世は初めを喜ばず世は呼吸して公衆せりとすなわちこれを許す英人高公孫を立つ孫林奉恵職これを助けてもって名を諸侯に聞く栄公忠にありとい栄公来にあり 増骨生に浮きて栄光を弔う栄光これを言う逆なり退きてその人に告げて曰わく栄光はそれいることをえざらんそのんなふんなり逃げて変ぜず何をもってか国に帰らんと視点視線これを聞き洞骨を見てこれという道あり増村喜ぶその人に言いていわく栄君な必ずいらんかの日社 あるいはこれを引きあるいはこれを押すいることなからんと押すともえんにゃとし信を打つより帰る信仰信軍をやむ霊なり聖国は天使の軍を半ばにするに過ぎず衆は陸軍をなす諸侯の大なる者は三軍にてかあなりここに小さく永を生みてより死す永生まれて6年にして武士出す。 提供も、栄を生みてより死す。もとい、提供も、提供も、またようなり、皆、未だ立つべからざるなり、進軍、衰なし、ゆえにこれをやめたり。思考、信仰に辞す、信仰いわく、栄一とその君を言い出す、また、甚だしからずや。 答えて曰くあるいはその君実には,なはだしからん領君なまさに善の称して陰の形し民を養うことこのごとくこれを覆うこと天のごとくこれを許ること地のごとをせんとする民もその君を奉じてこれを愛すること父母のごとくこれを仰ぐこと実月のごとくこれを敬すること神明のごとく これを恐るること来帝のごとくならばそれいだすべけんやそれ君は神の主にして民の望みなりもし民の生を苦しめ神の祭りをと募集し白生の望みを断ち社食、衆なん馬まさに譲くにかこれをもちんとするさらずして何をかせん天、民を生じてこれが君を立てこれをしぼくせしめて生を失わしむることなし 君やりて思考してこれが自由なしこれに司法をたしめて度に杉しむることなしこのゆえに天使に功あり諸公に敬あり敬は即死刀器大夫に自相あり死に法有あり諸人公将僧霊牧御まで皆信じったりもってはい、補佐す善なるはすなわちこれを称し過ちはすなわちこれを正し憂いはすなわちこれを救い失はすなわちこれを改む 王より以下おのの府警指定ありてもってその祭りごとを補佐す。死は書を作り、子は死を作り、子は神官の彰子大夫はき機械し、死は言語を伝え諸人は知り、僧侶は死においてし、発行は芸をず。ゆ故に箇所に曰く囚人牧託をもって道に唱え、感謝愛ただし子を芸事を取りてもって勇むと。 正月猛春ここにおいてかあり常を失えるを勇むなり天の民を愛することは,なはだし兄それ一人をして民の上に欲しいままにし持ってその因を欲しいままにして天地の姓を捨てしめんにゃ必ず叱らざるならんと。 秋祖師、養蜂の益のためのゆえに、指導等にししてもって五を打つ。五人出ずして、五人出ずして帰る。指導をしんがりたり、五をもって不能となして戒めず、五人公衆の愛より迎えてこれを打つ。祖人愛救うことあたらず、五人これを破り、その公使、義国を得たり。王、竜抵抗をして成功に名を玉を締めて曰く、昔、 太公、我が先脳を助け終日に古皇として万民に四方たりしかば憂よ大臣そしてもって東海に表せり王室の破れざるはああ八九これよれり今我、れ何時に見えずここに九死の天に従い何時の祖行を継ぎ何時の旧を恥ずかしむることなかれこれを慎めや鎮がめをすることなかれと。 信仰 A のことを中,中高剣士に問う答えていわくよりてこれを定めんにしかず A に君ありこれを打つともいまだもって志を上からずしかして諸行を務めしめしいつ言えることありいわく重きによりてこれをなでようと中期言えることありいわく滅びんとする者はこれを侮り見慣れる者はこれを取ると滅ぶるをし損するを加藤するは国の道なり 君、それ、えを定めてもって時を待たんかと、冬、席に返するはえを定めんことをはかるなり。 し羽毛を生に借りて返さず聖人初めて双心ありその指導を五を打つより返る出すまさに指南とし、遺言して思考に言えらく必ずえに気づけと君子は空指導は忠なり君高じてその名を増すことを忘れずまさに指南として社職を守ることを忘れず忠と言わざるべけんや忠は民の望みなり 死に曰く行い衆に帰するは万民の望むところとは中なればなりと14年約分計1 4年春王暦の正月にどの既存祝と祝老とが 清宗英の代表者帝の高尊寧宗巨中・東節期小中の代表者と共に集まり五の代表者と小の地で会合した2月いつ日1日にあたる日に日食があった伝去年五がそのために破られた通告を清が受け取ったのは 14年春であった。諸侯は碁を救い祖を討とうとして聖帝の地の聖に会合したこの席上で秦の司会は碁が祖の藻に乗じて攻めたのは武士道に反すると言って武士道なのか碁の代表者を退席させ「まあ、道に反する」にしときましょう。また秘密に死者を蘇に使わしたからといって「言って「 のの王族のを召し取ったさらに司会は「十異種族の十の君である九首を召し取ろう」として「五千代の傾向以来の体温を忘れ我が国を裏切るとは実にけしからぬ」「近頃と近頃ともすれば我が国の機密が漏れがちなのは多分あなたが再興するからでしょう」「明日からあなたは会議に出席するには及びません」 無理に出席しようとすれば捕虜にいたしますぞ」と質問した九死は少しも騒がずその噂さが全然無根なこと「河野合戦紀行33年の上に見える河野合戦以来自由は真にとって忠説のみを尽くしてきたことをとうとうとして述べた後「明朝の会議に出席できなくとも自分の態度は公明盛大であるから何とも思いません」と言い捨てて退出した。 司会は道理あるその弁解に感心して会に参加させることにしたこの会期中炉の家老である宿老は常に寄付の左右に維持して何くれとなく世話をした死んでは炉の行為に感謝してそれ以来炉からの貢ぎ物を減少しその死者をますます低調にした K 夏4月に 土の祝尊表が真の純炎宋聖の代表者 A の北九かつ帝の高尊体宋巨中、等節貴、小中の各代表者と会合して真を打った伝夏夏に諸侯の家老たちが真の東降に従って真を果たを打ったのは 歴の合戦上古十一年の上に見える歴の合戦の復讐であったこの時秦の東皇は国境で待機し六人の家老たちに命じて諸皇の軍隊を指揮させた全軍が慶水まで来ると誰もが躊躇してこの川を渡らない秦の祝勝が炉の祝尊牧師と対面するその席上で牧師は古史にことよせて炉軍がまず川を渡る決意を示した。 は帰って船の用意をする一足先に路と京都の人々が渡った帝の司教は永の北九活を唱い「我が軍はしばしば真に背き最近に同盟したここで秦への忠誠を示さぬと米は滅亡するかもしれない」と言い北九活の賛成を得てこの2人は諸侯の軍隊に一刻も早く川を渡ることを勧めた。 諸公は渡りきって超人を張る旗神の人々は渓水の上流に毒薬を投じたそのために諸侯の軍隊では川の水を飲んで死ぬ者が多かった帝の司教は第一番に自国の兵を引率して進む諸軍はそれに続いて打って出てイクリン神の地のイクリンまで至ったしかもなお決定的な勝利は得られなかった 気を苛立たせて純炎は全軍に命令する「明朝を鳥が鳴くのを合図に戦車に馬をつけろ」「井戸をうずめてかまどを崩して再びこの陣地に帰らぬ覚悟で我が馬に従え」と蘭炎は腹を立ててあまりにも戦慌な命令だ「自分はそんな命には従えない」と言いながらさっさとじじに引き上げる。家軍の軍兵もその後ろについて引き上げてしまった。 真の士官の者が義校に向かって「純円殿の命に従わずあなたも引き上げるのですか?」と問うと「義校は純円殿は上役の下智を守れ」と言われた「自分の上役は蘭園殿だ」「上役が引き上げたのだから自分もそれに従うのだ」と答えながら蘭園の後に続く純円は味方の諸将が一致しないのを見て自分の下地はあまりに先断だった。 今更後悔しても仕方がないこの上進めば真の捕虜となってしまったろうと全軍に引き上げを命じたこうして敵を目の前にしながら三振の軍隊が戦おうともしないのを見て蘭賢蘭園の弟の蘭賢はこの上もなく怒り「なんというざまだこの合戦こそ歴の敗戦の復讐であるのに三振には勇気ある武士は一人もいないのか」。 君の御乗車に同情する自分として俺はどうしても我慢ができぬと司王司会の子の司王と一緒に打って出て二十歳の軍中に行って切りにしてしまった司王だけが戻ってくる蘭円が司会に弟は御子族に誘われて戦線に出たにもかかわらず弟だけを戦死させて御子息は平気でおられるいわば家主人は御子族ですからご追放ください」。 ご承知なくんば私が弟の仇を自分で打ちます」と厳重に掛け合いそのために紫陽は真に亡命した果たしに亡命した紫陽に向かって真の恵光が訪ねた「三心の家老の中では誰が先に滅びる,滅びるであろう」「蘭永の一家であろうと思います」「彼は日頃我慢であるとか」 傲慢であると聞きを及んでいるがそのためだろうかそうですしかし蘭園の代には滅びるまでに至らないでしょうその子の A の代になったら多分滅びましょうどうしてそう断言するのか蘭園の父の蘭書は真の国に非常に功労があり国民は当分その徳を慕ってやみ,やみません蘭園が死ねば A は格別良いえ格別 良い行為も厚労もありませんから、乱所の遺徳も残らなくなり、国民の乱縁に対する憎しみだけが強く大きくなります。私はこんな理由で、A の代に滅びると申し上げたのでございます。真の傾向は、死亡の申し分にすっかり感心し、そのために計らって真に詫びてやり、死亡を元通りの地位とした。死亡の予言は見事、的中して、上皇の24年に、 三神の人々は乱円一家を滅ぼしたのである。K 日比の日に A の健康が生に出奔した。巨の人々が炉の東部国境地帯を侵した。連 A の健康が孫文氏 ーーの二家老に売食を申し付けた二人は清掃して宮廷に出頭したが日の暮れ方になっても何の沙汰もない怪しんで健康の様子を接待の禁止に尋ねると両場に出て仮、まあ、場に出てな何だろう大鳥を生いているとの返事があったので両人は清掃のまま仮場まで出向いて挨拶を申し上げる。健康が 仮にぬま両、あ、意を着たまま言葉を交わしたので非常に立腹し孫文氏は席に行ってしまった孫文氏の態度が不穏なので健康は孫文氏の子の損壊を主演に招きその席上で音楽に巧みなものに命じて高原の歌の終わりの章を歌わせたこの章この詩は司教にあり国を傾ける悪人があっても 勇気がない有勇気がないので何事もできないとの意が内容となっている。健康はそれを損壊の前で歌わせたとえ孫文子が乱を企んでもすぐに滅ぼしてしまうということを封したのであった。音楽に巧みなものは健康の意を知って辞退すると思想ということの名詞が 私が歌いまししょうと申し出る始祖は勝って健康の愛称を鞭打ちそのため健康から300も鞭打たれたことがありその復讐にこの詩を歌い孫文詩を怒らせて健康を基地に陥れ,れようと考えたのであった健康は始祖に歌わせる終わりの章を節をつけずにゆっくりと歌いことさらその意味を孫懐に分からせるようにした。 「孫海は早々に御前を退き父の孫文氏にこれを報告する。我が君は自分を嫌っておられる。こちらから先手を打たぬと殺されてしまうぞ」と妻子を席に引き取り過労の巨白玉に対面して「我が君の暴虐な振る舞いはご承知の通りです。このままにしておけば国は滅亡するでしょう。 何とかしななくてはなりま,すまいと暗に配立のののあることをほのめかせた道徳家の拒白玉は「一国の君がどんな政治をされようとも進化として君を変えるなど思いもよらぬ」と答え孫文氏が決意を眉目にみなぎらせているのを見て直ちに他国へ亡命した。 今でっっちゃったえー、と孫文氏が着々と計画を進めているのを知った健康は王族の死去を師配私費を使わし席に近い窮球という土地でそれと誓わせたところが孫文氏は3人の王族をことごとく殺してしまう4月吉備の日に健康の弟の死点が姓に走ったまもなく健康は県の地 A の血である剣に移りそこから王族の思を孫文氏のところに死者として彼がその死者を殺したと知ると時を移さず征の国に亡命した孫文氏はその後を追いかけてお供の者やアタクという沢で打ち破ったお供の者んお供の者をアタクで打ち破った剣の人々も健康に背き 落ちてくお供のものを捕らえてしまったえっとそれで「うん、インコをタとコをシとが孫文氏の命を受けて逃げてゆく賢甲をなおも追いかけた賢甲の車にはンテ亭という男が御車となっているンテ亭はやがて ゆこうしにかつて湯幸氏に弓術を教えたことがあり湯幸氏はまた隠興他のインコタの弓矢の死であった湯幸氏と隠興他湯幸氏は湯幸氏は車を追いながらあの魚車の高尊敬は自分の死である。 死に向かって弓を引くことはできず、去りとて命令も命令をも虚しくもできない。当たらぬようにいて死への礼儀を守ろうと言いながら、長いの先の横毛を置いて引き上げた。一緒におったインコタはミスミス健康を逃すのを口惜しく悔しく考えて、あなたには直接 直接の師匠かもしれませんが私にはだいぶ縁が遠くなりますと言い再び引き返して後を追いかける高村敬が健康に手綱を渡しておいて振り返りざまにコを他の肘をいとしたこうして視線、すなわち健康の弟の視線と共に危うく国境まで落ち延びた健康は創病に仕える進化に命じて自分に罪のないこと やむを得ず他国に亡命する理由を申し上げさせた。母の提供はその時、どうしてあなたは嘘を言うのですか。あなたは三つの大罪を犯しています。過労を差し置いて身分の低い家来たちと何事をも相談なされるのが一つです。千君が定石がろうとされた孫文氏や姉敬氏を尊敬されぬのが二つ。そして千君のお身の周りの御用に仕えた私を、 召使いのように考えていられるこれが三つでありますやむを得ず他国に亡命することだけを申し上げればいいので無罪だなどとは夢にも申し上げてはなりませんとたしなめた A に内乱が起こったのを知った路の上皇は後世宿を使者として A を見回わせた A の人々は過労の退宿儀を代表として丁寧に礼を述べる 厚生祝は帰国して使命を復命した後、A の健康は現在こそ他国にいられるが、近い将来に必ずご帰国されるだろうと私は信じます。退職儀は国を守り、道母邸の千、四千殿がお供をいたし、国の内外からいろいろ計画を巡らしておりますから、私はそう信じて疑いません。と告げた。A から亡命した健康をせの人々は、来 聖霊が滅ぼした国の雷の地方にとどめた後に路の上皇の二十七年に帰国する際元皇はその土地の両前を持ち帰ったのである A の過労の有才国は元皇に従ってしばらくラ雷にいたがやがて A に逃げ帰った A の人々はそれを殺そうとする彼は全く前否を悔いたためとにもかくにも許されることになった そのうちに A では木工の孫にあたる公孫兵を立てて君とし孫林保いわゆる孫文氏と姉職いわゆる姉慶氏とが付き添い人となって諸校の承認を得たこれで A には同時に2人の国君が存在することとなった整形確認 A うんと。金はもう出てこないかな。出るかな。 だいぶだいぶ過ぎましたね。A の健康、勘。これはこの人ですかね、A の将校。 放送表。えっ、ー、と。母校の孫。祝国配との子供。どこになるのかな。はい。えー、次。それから、ラインの位置確認は一応しておくと。 来、ねはい、にいる A の健康に増損骨が一見して見舞いの挨拶を申し上げたその時の健康の態度は相変わらず傲慢であり言葉は下品であったそこで彼は退出した後に従者に向かって国を失っても全く反省というものがないあれでは永久にご帰国はできまい と言ったがそれを聞いた視点と視線とが増尊骨にあっていろいろ話した結果以前の意見を変え再び従者に「あの両人が前から引き後ろから熱心に押しているので健康はやがてご帰国されよう」と告げるようになった秦を打った諸侯の軍隊がそれぞれ帰国した三線ではこの時秦軍 新しい軍新軍を拝して元通り三軍としたこれは礼にかなうことであったいかに強大な国であっても天下を支配する州軍の半ば以上であってはならない州は陸軍であるから諸侯は三軍で十分なのである最も,新軍が、えー、最も三審が新軍を廃した最大の理由は指揮者の欠乏であった当時地方の長子である小さくは A という子を設けて、もなく死んでしまった。A が6歳の折に地王も死に四方の子の定休も幼少だっただからそれらを進軍の将とすることは不可能だったのである。K 秋にその指導が軍隊を指揮して呉を撃った。 でん秋になるとその皇王は妖保の合戦長江13年の嬢に見える妖保の合戦のために軍を起こし指導が国境に近い唐という土地まで出陣して呉を撃ったけれども呉の人々はあえて戦を交えようともしないその軍隊はそこで呉は戦意がないものと誤認して指導を最後に引き上げた。 それを待ち受けていた五軍が、公州という謙遜な狭い道から追撃し、その先人と公人との間を断ち切って、王族の義国を捕虜としてしまった。州の霊王は、政と婚姻関係を結ぶことになったため、特に大臣の劉帝皇、すなわち劉華を使者として政に使わし、今後よく州の掟を守り、忠実に奉仕するよう申し伝えしめた。 冬になると冬に入ると露の既存宿が真の四科医の下越英の孫林保帝の高尊体および虚主の代表,者代表者と席で返した伝 A の孫文氏が健康を追放した事件について真の投稿はどうしたらよかろうかと純烈に相談した「冬、うん、新しい君を承認してそのままにしておくのが良いと考えます」「滅んでいくものはやむを得ません」 新しいものののを育て上げるのが国気味の道であります森を見て「お家になっても今は当分そのままに遊ばしません」と返答した「春秋に冬に,な冬になって席に返した」とあるのは栄を鎮定するための諸行の表記であった「生の人々が大切にしていた羽の旗を羽の旗の話は 年春あれ牛なんか違うところを映していたここですね。 真の反戦士が借りたた。まま返さなかったそれで聖は真に対して隙を見て裏切ってやろうとの気となり諸侯の間に動揺が生じたせっかく諸侯の長となった真はこの小事件が原因となってまたもや勢力を失墜するのである呉を打って帰国すると間もなくその指導は死んだ今はの際に 是非とも「ええ」「祖の人の「ええ」に城を築けと志向に遺言した当時の指揮者は彼を表して「指導は申し分のない人物だ」「君の意名した送り名を避けて美しい送り名を送り自分が死んでも祖国の主語を忘れなかった」と最大級の言葉で褒めたたえた以上れで 生が、西洋これ、u 王の残言を信ずるを、そしれるしなり。西洋青映は、飛びめぐり。永遠たる西洋藩にとどまる、外帝の君子、残言を信ずること、なかれ。青映は、飛びめぐり、間垣にとどまる。めでたき殿が、殿方よ。 残言を聞きたもうな。永遠たる西洋、無腹にとどまる。残人極まりなく、こもごも四国を乱る。青梅は飛び巡り、茨にとどまる。残人は果てしなく、国々をかき乱す。永遠たる西洋、足場ににどまる。残人極まりなく、我が二人をうす。 青葉へは飛び巡り、橋ばみにとどまる。残人は果てしなく、二人のさかんとぞ。地況、敗 <noise> 風、大いう九こ、福部には苦い葉っぱが。これ、永の先行が夫人と淫乱をなせるをそしりて作るしなり。 王に供養あり、生に心象あり、深ければすなわち霊し、浅ければすなわち消す。福辺には苦い葉っぱができ私、私葉には深い瀬ができた。深いところなら残ぶりと、浅いところなら裾をつまめ。美として生の蜜るあり、養として鯨のなくあり、 生満ちて木を潤さず、木地鳴いてその王を求む。下にまんまと私は、私場の水は満ち下にけんけんと木地はなく、私場の水かさは、したのに、そこを渡る車は水に濡れぬ。さてもおかしなことじゃ、メスの木地が鳴いて、オスの獣を探しておる。いよいよおかしなことじゃ。 悠々たる明眼、旭日始めて明日なり、しもし妻を嫁がしめば、氷の未だ溶けざるに及べ、ヨ々ヨと泣く鹿、ヨ々ヨとなる泣く狩り、それは結納になる鳥、差し出る朝日に朝が来た、それは結納を持ってくる時間、若者、 若者よ嫁さんが欲しいならそうして正しい手続きの結婚をしたいならさあ早く氷のまだ解けぬうちに。少々たる終始人は渡るも我は叱らず人は渡るも我は叱らず我は我が友を待つしきりに客を呼ぶ仙道さんよその人は渡し船に乗るでしょうが私は乗らない。 人は乗っても私は乗らない私は仲間を待ち合わせてから,からにします以上司教公言これ「台風に破られる」を恨みて作るしなり悠々たる好転、いわく不母と 罪なく罪なし乱格のごとく大いなり天はなはだいいありよまこ誠に罪なし天はなはだ大いなりよまことに罪なしはるかなる天つかみよ神は我が父母にいます罪もなく罪もないのにどうして格も世が乱れるのか天つかみは荒びたもう私には何の罪もない 天つかみはすさびたもう私には何の罪もない。蘭の初めて生ずる真初めて早くいる。蘭のまた生ずる君子残を信ず。君子もし行からば蘭小稲が川区は速やかにやまん。君子もし余みんぜば蘭小稲が川区は速やかにやまん。世の乱れるはじめは知れ事がまかり通るからだ。 世の乱れ嫌ますは君子が残を信ずるからだ君子がもし本気になれば乱はたちまちやむであろう君子がもし先行くとならば蘭はたちまち終わるであろう君子しばしば地行乱ここをもって長ず君子等を信ず蘭ここをもって棒なり唐言甚だ余し蘭ここをもって進む その日をとどむるのみにあらずこれ王の病なり君子が何度も誓うので乱が大きくなるのです君子がよそ者を信ずるので乱が激しくなるのですよそ者の剣は触りがよく乱はいよいよ進むのです遠慮のないばらで王の憂鬱となるであろう液液たる終病は君子これを作る。 ちつちたる大優は聖人これを定む他人心あり我これを忖度すできてきたる残とは犬に覆ってこれに得らる壮大な御霊屋は君子が作り保うた秩序ある宝土は聖人が定めたもうた人の思う心はすぐ推測して分かりますずるく立ち回るうさぎは犬に捕まってしまうのだ。 人生たる重木は君子これを生うう往来の高原は心にこれをわきもいいたる石原口よりいず高原こうのごとく顔これ淳ししなやかなこの木は君子が植えたものです行きずりの人の言葉は心の中で選びますぬけぬけとした体言は口からの出任せ 笛吹くような口先上手、恥知らずの厚かましさよ。彼何人ぞ。川のほとりによる、剣なく優なく、元として乱戒をなす。すでに美に勝つ性に。何時の言う、これなんぞ。はかりごとをなすことを大いに応し、何時の巨頭幾ばくぞ。一体あれは何者だ。 あの川の川ほとりに居る、力も勇気もないくせにひたすらに乱れを起こす足かさの晴れ足男さてお前の勇気とは次々と悪だくみをするお前の仲間はどれほどなのか以上と人し、あの見やびたる君 と「これ衆人,人衣服常なきをんじて作れるしなり」「かの都人誌故宮高校たりその形改めず弦をいだしてやありゆいてうにきせば万民の望むところならんあのやびたる君故宮に木の羽織」 いつも良いお姿言葉にもあやがある都へご帰還なされますみんながおしたい申しますかの都人誌「大流視察にす」かの君子の女忠直上のごし、我見ざれば我が心喜ばずあの宮びたる君 すげがさに黒の帽子。あの方の娘語は、まっすぐなるその髪。お会い申さずて心寂しゅうございます。かの都人誌、十字、終日にす。かの君子の女、これを陰吉という。我見ざれば、我が心うっけつす。あの見やびたる君。耳玉の耳飾り。あの方の娘語は、陰吉と申す方。 おい申さずて心が結ぼれる結ぼれるかの都人誌帯を垂れて霊たりかの君子の女剣髪さそりのごとし我見ざれどここにこれに従ってゆかんあの雅たる君大帯の結びたれあの方の娘子はさそり用の 髪を巻きお会い申さずてその後の後下は式「これをこれ垂れたるにあらず帯すなわちあまりありこれこれを幕くにあらず髪すなわち上がることあり我見ざればここに何ぞ望まん垂らしたわけではないが帯にはゆとりがある巻き上げたわけではないが髪には豊かさがあるお会い申さずて ああ、この侘びしさよ。陰性,陰性は陰という国の君が欧米によって義家二子の征伐に出かけるにあたり軍民に告げた言を述べたものである。しかしこれは義子文であって金文にはない。最も古い院政の文のあったことは 花本儀によって明らかに知ることができるまあ一詩でい一緒であるって書いてあったのはそういう意味ですかねこれですね「陰雨は国の名なり生徒は神より下を打つなりかの大公祭りごとを失いしより工芸国事をその 主中に握り暗記未まだその遺憾を知らざる状態にあり中高の院校に命じてもって奉仕を司らしむまた院校のよく中高の命を受けてもって有罪を問ずる大いに理由あることなりこの辺は院校議科を正当せんとして少子に近い戒めたる言を 記せるものなり「これ中高を初めて司会にし、しンコを命ぜられて陸士を司る義家その職を拝しその優に主行す印を王命を受けてゆいて制す」。 太法事弟中古を初めて天子の位に次ぐや陰国の君に命じて陸軍を司らしめた当時義家の西は代々天文歴実を司る重要な重要な職にあったにもかかわらずその職務を怠って時を廃し日を 乱り、己の優にあっていたずらに主食にふけっていた。そこで陰コは天使の命を報じて、聖罰に向かうことになった。 忠に告げて曰くああ世が優秀聖に僕君あり明らかに印ありて定め休んずべし戦をよく展開を慎み新新人よく条件あり百貫集合してその君これ命名たり毎歳猛春出陣目的をもって道にとのう君子相ただしいゲージをとってもって勇む それ、あるいは不況なれば国に情景ありここが引用部分。いよいよ出征するにあたってインコは軍兵に向かって曰わく「ああ我がもろもろの軍兵よ政治に立派な計りごと」 良い教えがあるその僕訓はいちいち明らかな貢献があってこれに従えば王国を休んずることができるものである今これを言ってみるならば次の通りであるすなわち戦後は日食および風水の害など天の戒めがあるというと恐れて己を顧み徳を治めた君は格のごとく改心し進化は常に守るべき報度を保ち思考して 客ことごとく職を収めて君を助けるならば君はうちに知っとくなく外に失勢なくして賢明となるに相違ない毎年年の初めの月に囚人は木田を振って道路に肝心を集めもって王の命令国意を伝えこれに従うもののないようにしている。 その際、また百貫は職務に忠実であるとともに君の嫉得を正すべく百貫はおののその儀芸を堅じて持って君に過失あればこれをいさめるようにと触れてもいるのである。もし百貫百貫のうちに職務に怠り従って君に過失があっても歓迎をしないものがあるというとそれには一定の刑罰を課するわけである。 れ時の義家その徳を転覆し酒に沈乱し漢に背き字を離れ初めて天挙を乱りその死を書きすすな,すなわち奇州月作神亡に和らがず好罪を奏し食府派生食人諸人走る義家その漢に死して聞き知ることなし天将に混迷してもって洗脳の宙を犯す聖天に曰く時に先 先立つ者は殺して許すことなく時に及ばざる者は殺して許すことなし」と「義士と家士とはその守るべき徳を守らずして主職に主職に乱れ溺れ地位を捨て祖先の勤勉にならわないで はじえー、と自ら初めて日,日月精神等歴実の秩序を乱り司さるべき職務を捨てて帰り見ない <laughs> そのために秋9月の昨日に実月は棒において和衆しないでついに月が火を犯し日食が生じたこれにおいて学官は社において功を打ち職府は 兵を社に奉るため部下の主人またこれがためにこれがために教本し皆院を攻め用を助け火を救おうとするに至ったその大騒ぎがあるにかかわらず大騒ぎなんか変だな、えー「義家はいたずらにその間によって何らなすところなく日食のあることを知らずにいたのは無責任もまた甚だしいと言わねばならぬ」。 これ自ら求めて戦後の制定した刑罰を犯したのである。洗脳以来伝わっている政治の天範に時の至らぬのに事を成したる者は死罪にあって死罪に行って許さない時至っても事を行われぬ者も同様中立するとある。義家の罪はまさにこれに該当するものである。 今我何時優秀を率いて天罰を受け行う何時終始力を王室に同じして小犬川区は我を助け慎んで天使の異名を受けんこと義家の罪が中陸に値すること前述の通りであるそこで我は何時ら終始を率いて 今や天罰を故に何時ら皆力を王室に合わせ我を助け謹んで天使の何言いあるだろうな分かんない言いある命令に服し十分の働きをするように望み次第である。 ににもゆれば玉石共に焼く、天理の一徳は門下よりも激しいその極界を尽くして教授は治むことなかれ九千の王族皆共にこれ新たに千。それ火が金山の丘に燃えるというと美麗な玉も粗末な石も共に焼けてしまう。 これと同じく天命によって征罰に向かう者がその徳を失って暴虐の振る舞いをするというとその加害は門下よりも甚だしいけだし罪なき者をも殺傷するに至るからであるゆえにまずその狩猟たる義家を滅ぼすことに努めよ義家に脅迫されてやむを得ず味方した共柄の罪を深く責めてはならぬその罪が軽いからである。 また久しく悪臭に染まったために不都合の行動に出たようなものはこれを許しその心を一新して善に立ち返らせるようにするべきであるこれらを同一視して等しく中立することは例えば玉石ともに役の類であって天理の徳を逸したわけである心して叱る態度に出てはならぬ。 ああ、「いい、その愛に勝てばまことになり愛その意に勝てばまことに功なしそれ何時終始勤め戒めよや」「軍人においては意を主とし法法を厳にすべく姑息の愛不助手の情に引かれて軍律を乱すようなことがあってはならぬ。 これ、四季を削ぐからである。もしも威厳が十分で軍律正しく行われよく姑息の愛などに打ち勝つ時は士気盛んになって必,必ず勝ちこれに反すれば士気衰え負けて不成功に終わるのである。汝らはよくこの道理を心に銘じて深く改心し熱心に努力しもって政党の目的を十分貫徹するようでなければならないのである。以上。 これは何なんだろうなんかもうちょっと続いてるのはなぜなんだろううんちょっとわからないけれどもまあ終わっまあいいんじゃないか引用文は出たしね、まあ、こんなところにしとこう 慶十五年,、K、年春宗公聖術をして来兵せしむ二月期外聖術と龍にちこう龍王孝を生より向こう。夏成功我が北旗を打ち生を囲む孝生を救い宮に至る 既存宿、宿存表死を率いて生の負に気づく秋8月停止日これを食するあり中日と和が難病を打つ冬11月11月危害新興州出す。伝十憂五年春宋の 生術、来兵し、かつ誓いを温む、猛け師を見てその質をとがめていわく、し、霊文あり、しかるにその質を美にするは望むところにあらざるなり、答えていわく、我、真にありしとき、我がにこれをなせり、これをこぼたば重ねて老ん、かつ、あえて関せず、と。関し、全成功に従いて王皇、正より無う、慶ゆかざるは礼にあらざるなり。 その公私号、霊院となり、公子非従、誘因となり、医師、兵、大芝となり、公私、託司、誘芝となり、公私、聖、詩芝となり、クッ頭、爆豪となり、公子追従、真院となり、クッ屈を霊院となり、養有期、救急院となり、もって黒人を休んず、君子、家楽、そうここにおいてか、よ人を官にせり、 人を管にするは国の急なりよ人を管にすればすなわち民誘心なし死に曰くああ我人を思うかの宗教におかん、とはよ人を管にするなり王と公、公、白子団、元い王と皇后白子団、天才英大夫とおののその列によるはいわゆる宗皇なりと。 帝の意志、志士の乱に、その与党宋にあり、帝人、市政、白勇、資産のゆえをもって、マイナイを宋に入るるに、まあ、四十条と支配、死刑とをもってす。三月、公孫国、地となる、市上士官、土上土上法、異変、市政をもってこれに与え、指針を領とし、 指針を量としてこれを逃れしめこれを寄付しに託す武士これを弁に置く帝人とこのんを解にす死刑僧の長をよぎりまさに譲りせんとすんあー違うねまさにゆばりせんとすその将いわく長なり刑曰く人なし。 生曰く長や何のゆえに人なからん慶曰く必ず人なからんもしなお人あらば兄それ戦場の生をもって陰学のもうに変えんにゃ必ず人なきがゆえなりと詩観これを聞き固くこうてこれを返す夏生こう生を囲む真に双心あるゆえなりここにおいてが生の負に気づく秋一ひと我が軟否を打つ 真に告げしむ真まさに害をなし持って主教を当然とす信仰病ありすなわち病む湯真の塔子を出すついに返することは問わず無定の公尊か真に行きて藻に走り死去僧を送るう人玉を得てこれを士官に剣ずるあり士官を受けず 玉を剣ずる者いわく持って玉人に示せる,示せるに玉人持って宝となせりゆえにあえてこれを剣ずと士官いわく我はむさぶらざるをもって宝となし汝は玉を持って宝となすもしもって我に与えば皆宝を失う,うなりしかず人ごとにその宝を保たんにはと敬主して告げていわく精進玉を抱けば持って今日をこゆるべからず。 これをいるるはもって死を凍うなりと無事かんこれをその利に置き極尽をしてこれがためにこれをおめしむとみてしかるのちにそのところに帰らしむ十二月定日と徳の妻を奪うてこれを藩士に返す十五年計十五年の春に の平行は少女を使者として炉に尽かした2月期外の日に炉では少女と竜炉の地の竜で平和を誓った伝15年の春に宋の少女が使者となって炉に行きかって祝尊彰が宋に出向いた上皇2年の上に見えるそのお礼を述べ白の同盟これは上皇11年の上に見える ハーの同盟を固くした。少女はその際日頃親しく交わっているロの過老の盲検師に対面して、過分なる邸宅の構えを注意した。世間で評判の良いあなたが、こんな立派な邸宅を作られるとはどうしたのですかせっかくの評判を落とすではありませんか。い,いや。 この家は私が新築したのではありません。私が真に出向いている間に兄が取り計らったんです私自身こうした邸宅に住むのは心苦しいのですが今更人手をかけて取り壊すのもどうかと思いそのまま住んでおりますと孟建氏は弁解した「ここら辺ですね。K 州の大臣龍華が生に浮き」 姓に出向き霊王の妃を迎えた龍華は初め自分より先輩の全成功に従って姓に出向くことになっていたが全成功は行かず龍華だけが王公をお迎えしたこれは霊に背くことだった嘘では内閣の組織をすっかり改めて 王族の御を霊院執政の大臣,大臣として指導の後を継がせたほか王族の秘従を誘院霊院の補助官にそれから医師表を大芝、馬軍事を司る大芝馬に。 王族のタクシーを誘拾に、同じく背を差し場に、屈刀、えー、を爆合、霊院の時間の爆号に、王族の追上、信員、すなわち還元を申し上げる官に、屈刀の父の屈刀を、両方屈刀ですけど、えー、霊院いわゆる社官に、霊院上老さんも霊院でしたね、要勇気を 救急員すなわち軍馬を司る官にそれぞれ信任して国民を安堵させた当時の指揮者はこれを評して祖国は実に適材を適所に置いたものだこれでこそ祖が定まり国民を安心させることができるのだと言った帝で医師や師子が乱を起こし過労の四国獅子師国獅子などを殺したのは上皇。 在位時代のことだったこれは条皇10年の条に見える乱を起こした首脳部は間もなく忠せられその与党の途上法異変死政、死神などは宋に走りそのまま今年までとどまっていた帝の人々は殺された家老たちのため宋に賄賂を送ってその者どもを引き渡してほしいと願うまず馬160頭と学官の死刑を送り2月には志士の この史跡を人質とした。そこで宋の家老の士官は途上法、異変四政の3人を帝に引き渡し紫心だけは殺すのは惜しいというので炉に逃がして岐部氏に保護を依頼した帝の人々は本国に護送された3人を塩漬けにしてしまったうんうん。<laughs> その後のこと盲目の学官、死刑が僧の御所の中を通行するとき、尿をしようとした案内者はその失礼を責める「ここは御所の中でありますぞ」けれど誰も人がいぬから構わぬでしょう「おめが不自由なのにそんなことがわかりますか」いや 目は見えなくとも私にははっきりわかります。みだらな音楽をそうする盲人を受け取って喜んでいるのは人のいない証拠です。この問答を伝え聞いた士官は「すぐさま無理に願って死刑を本国に返した」「盲目学士の言葉の理に服したからである」K。K 夏になると生の霊光が 炉の北部国境地帯を犯して清という土地を囲んだ炉の成功はそれを救う目的でーという場所まで出陣した炉の既存宿宿尊通宿尊卑が軍隊を指揮して清に砦を築いた伝清の霊皇はすでに真に歯向かう心があるので真と特に親しくしている炉を討ち 夏に聖という場所を囲んだロでは非常に備えるため時期に関係なく聖に砦を築いた、K。秋に入って8月停止の日に日食があった地の人々が炉の南部を侵したで。地の人々は真に背いて聖に服していた聖で炉に出兵したと聞き 秋になって炉,の南部を犯した炉からはすぐにその趣を信に告げる信では諸子を集めて蝶を打ちまた上皇12年と14年にロを犯した京も攻めようとして会合する予定を立てたところが信の東皇が病気になったためその会合は一時延期された、K、冬11月期外の日に信の東皇が亡くなった伝 冬になって、とうとう真の東高はなくなってしまった。この上に今年は諸公の会合を催すことは不可能となった。帝の姿勢は、取るものもとりあえず真に手向いて弔問し、司教は当高の葬儀の見送りをした。真の東高がなくなると帝は特別に真が自国を滅ぼしはしないかと恐れたからであった。 ある僧の男が美玉,美玉を手に入れてそれを過労の士官に献上したが士官は受け取らなかった専門家はこの美玉はすこぶる高価なものだと折り紙をつけました何とぞご注納ださいませ自分は貪らないのを宝とし君は美玉を宝としている君から美玉を贈られたならば二人ともに宝をなくしてしまう。 それよりは命名が宝を持っている方が良いではないか。私は良し身分のものでございます。その私がこんな美欲を持っておりましては、盗難が恐ろしくてとても他国へなど行かれません。献上いたしますのは死にたくないからでございます。どうかお受け取りください。そこで士官は一時、その男を自分の領土に済ませ、細工人に美欲を細工させた上で売却し、 多額の金に返させたもう美玉を持っていないのでその男は金を受け取り安心して郷里に帰った先にうから邸に護送され塩漬けにされた邸の途上保の一族に徳というものがあったこの男の妻は真の藩士の族の女であったから の人々は彼が藩士を語らって乱を起こしはすまいかと心配し12月になるとその妻を奪い強制的に里方の藩士に連れ戻してしまったえー、と以上で牧の15終わるえー、それでは司教、賢治運べ これ、公費自私が分能を思う自ら作れる詩にしてモーデに公費の志と言えるこれなり賢治を取り取りて景況に満たすえー、と見たずですね賢治を取り取りて景況に満たずあ,あ我人を思うで、かの宗公におけり 箱辺を積んでも積んでも手籠いっぱいにならない。ああ、私はあの人のことを思っていっぱいにならない籠を街道に置く。かの再会に登れば我が馬。食い返す。我しばらくかの近来を汲んで、ここにもって長く思わざらん。 あの人のいる方を見はるかそうと馬車を仕立て土の山を登って行けば私の馬はとぼとぼとしか歩まない私はしばらくあの黄金の酒樽のお酒をくみいつまでも物思いにふけらぬこととしようかの高校に登れば我が馬原稿をたり我れしばらくかの事故を憎んでか ここに持って長く痛まざらん高い尾根を登って行けば私の馬は塩垂たれる私はしばらく牛の角の杯でお酒を飲みいつまでも悲しみ悲しみにふけらぬことにしよう彼のに登れば我が馬疲れぬ我が僕闇ぬここに何ぞ投げける 石の山を登って行けば私の馬は疲れ私の御車も疲れ果てたああ専門なや」というところでとりあえず一旦終了また後ほど。